はい、ということで今日は焼肉キングに行きました。食べ放題ということでね、めちゃくちゃ食べたいと思います。行ってみます。えいえい、こう、ちょっと顔が暗いね。はい、キングコースとプレミアムコースがあって、プレミアムコースしました。4大名物、国産牛と熟成厚切り牛タンが、ついてるそうです。ちょっと高級なのにしました。どう？楽しみ？はいはい。ハラミ、ロース、タン、ホルモン、豚鶏、黒ごま焼肉、あ、辛いのもあるね、チーズもある、野菜も食べ放題、サンチェ、海鮮もある、一品、キムチ、デザートもある。今回は肉をたっぷり食べるということで、ソフトドリンクとアルコールは、なしにしました。ソーダが80分間で、その後20分は食べれるんで、トータル100分食べまくれます。食べるぞ。焼肉キングの醍醐味はこのパネルでじゃんじゃん頼めるとこです。じゃんじゃん頼みたいと思います。この中のほら仕切りないのにこれを押すとなんと軟骨が選ばれる注文リストに。今日は1週間分食べ尽くす気で来ました。めちゃくちゃ食べる。たっぷり韓国風のソテーキングサラダ、ポルチェ塩キュウリ、じゃんじゃんサラダに、チーズのシーザーサラダ、はい、ネギ塩タン、厚切り牛タン、半分塩タン、大好き。はい、これはタンです。これは炙りロース。どんどん来てももうテーブルいっぱいにどんどん来ます。すき焼きカルビ、はい、卵がついてます。チーズウインナー、炎の豚バラ、海鮮盛り、皿に入れて、レモンダレ、特製本ダレ、甘ダレ、いろいろあります。レモン、はい、本ダレ、甘ダレ、おっと、ちょっととろっとしてるね、甘ダレは。はい、まずは本ダレですね。本ダレで食べてみましょうか。本ダレ、うん、醤油ベースかな。あ、もうごくよくある、焼肉のタレといった感じです。甘ダレいきます。そう、甘ダレを買います。ちょっと待ってね、甘だれの方が本だれよりちょっとあっさりそうかな。本だれの方が味がしっかりする。本だれが好みかもしれません。うお、すげえ、どんどん焼け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 、焼け、うお、すげえジューシー。じゃあタンですね、タン、レモンだれにつけて食べます。ちょっと乗せて、はいはい、ありがとう。はい、じゃあ食べてみます。タンで、レモンはタンに行ってからすごい美味しい。ネギがね、ネギにも塩の味ついてるのかな。レモンとマッチして、ちょっと酸っぱいの苦手な、僕でもすんなり食べました。はい、ピョンちゃんと美味しい。で、キング塩タン、焼肉美味しいな。何語やん、じゃん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 、うおー、やってる。うおー、牛レバー本当にどんどん出てきます。卵スープ、おー、卵に胡椒かな、ですよね。ニラも入ってて、うん、ザ・卵スープといった感じですね。卵スープを食べたいと思いまーす。うおー、うおー、美味しそうね。卵スープ、どんな香りする？うん、いい香りだね。甘みがすごい。甘みがすごい、そんなすごいね。美味しそう。卵がね。卵どこあった？もちっとふわっとしてる。ふわっと。ふわっとしてる。美味しいか美味しくないかで言うと、これを。いいです。どんどんね、焼きます。まだまだ焼くぞ。うん、はい、あと53分ですね。ここにあと何分か出ます。特選カルビ、そう、なになになに、これチーズのウインナー、チーズをつけて食べる。おいしい。おいしい。おー、そろそろ網変えなあかんかもね。レバーか、レバー、はい、食べます。カルビ頼む。あ、辛味噌、うまい。はい。
辛いね、この味噌味じゃないですか、はい、それは女の子の子供にはやめた方がいいと思います、ね、ちょっと辛いかもしれないね、うん、焼肉キングといえばね、これやね、よし、カルビにしよう、カルビキングカルビ、キングカルビで、ダイヤモンドカルビ、厚切りカルビ、あ、網を変えてくれます。おぉ、まっさら。あ、なぜかみんな食べないのか、すき焼き回ってきましたね。ラッキー。つけて、うまい。それも焼いとかなかね。食べるやろ。うまい。卵スープ終わりました。完食。どんどん来るな。この分厚い、ほら、ホルモン立つより分厚いんでしょうか。はい、レモンつけて、レモンつけて。食べます、食べます、あ、うん、うまんま、なんかすごいの出てきたで、これが焼肉キングの名物ちゃうか、鬼ごくガーリック上ロース、うおー、きた、おー、入っちゃう、入っちゃう、もう入れちゃう、鶏軟骨の塩きた、これが鶏、鶏の種、あー、うおー、すげーやな、うおー、すげー、まだどんどん焼くぞ、うわぁ、うわぁ、すげぇ、おぉ、なんか切り出した、うわぁ、あれ、くさくさ、うわぁ、すげぇ、わかんない、産地来た、よっしゃ、これで、ね、巻いて食べるぞ、辛味噌ダレに、はい、辛味噌ダレに産地す、産地やな、産地じゃない、産地って言います、はい、これをね、ここに巻いてね、こう食べます。巻きます。辛味噌ダレを巻いて食べます。辛味噌ダレにサンチ巻いて食べようと思ったら、なんとカルビのシリーズがやってきました。お嬢カルビ、厚切りカルビにキングカルビ。おー、これバターニンニク？ニンニクバター。うわ。え、どうした？うわ。ひっくり返しよった。嘘やろ。え、また持ってきてもらった、やばいやん、めっちゃ迷惑かけてるやん、はい、共同作業で、切って、いきます、うお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 う、いっちゃういっちゃう、はい、これ何やったカルビ、うわ、これじゃいただいちゃうよ、いただいちゃうよ、あー、辛いよ、うまんま見たよ、イカ焼き、すき焼きザブト、あ、こんな感じで座布団になるやん、うわ、動く、今日釣りたてか、うわ、これ見てください、このなんか浜辺に打ち上げられた魚のような、もうどんどんデザート、デザートもなんと食べ放題、黒蜜きなこソフト、厚切り牛タン、きた、厚切りロース、さらにこぼしちゃいましたけど、うお、わさびが嬉しい、これね、今僕が、育ててる肉です、誰も取らないでください、まだまだじゃんじゃん焼きますよ、はい、まだ30秒ほど網を温めてからえ、はい、また網変えてもらいました、来ました、え、ドラゴンアラミ、うお、すげえ、こんなことなってんね、このドラゴン、野菜とか出てますね、ピーマンに、あ、コーンも入ってますね、はい、ドラゴン、ドラゴン、ちょっと辛いんですかね、ドラゴンハラミ、うお、見てください、うお、これ、うお、うお、落ちた、すげえな、結構、うわ、これ頼むんじゃなかったな、深いんです、すごい柔らかいんです、これはね、いい肉だと思います、最後に来ました、チゲスープ、結構頼んでからめっちゃ食べてね、やっぱ作るの時間かかるかもしれないけど、お腹もいっぱいになったかなっていう頃に忘れてたかのようにやってきました、あ、食べれるのか心配ですけど食べてみます、これ、あ、肉入ってるよ、卵ニラ、あとね、椎茸とかね、ちょっと匂ってみますね、うん、いい香り、うん、美味しい、はい、デザートきました、キノコのアイス、もうキノコじゃきなこ、もう食べ放題なんで、もうじゃんじゃん、これもね、ワンカルビさんだとデザート1個しか食べれなかったりするんですけど、ここはどんどん食べれますんでね、はい、乾杯、いきます、あ、美味しい、この小分けにしてあるね、このサイズがね、たくさん食べる予感がします、一気にドーンと出てきたらもうお腹いっぱいになるけど、小分けにしてくれてここは嬉しい、美味しかった、うん、美味しかった、あ、でもよかった、もうね、こっちで食べようか思ったんですけど、もう食べれへんよくなったらもう無理なんで、最後に
ソフトクリーム残してます。え、まだ半分ぐらい残ってた。あー、だめ。でも、食べる。うまんま、うまんま、うまんま。あめちゃんもらえるんちゃうら。焼肉キング、大人、中学生、高校生合わせて4人と小学生1人5人で1万9000いくらでしたね。とにかくめちゃくちゃ食べました、焼肉キング。カルビとかの上ロースとかを中心に食べるのおすすめですね。もうお腹結構すぐいっぱいになっちゃうんで、その辺のちょっといいお肉をたくさん食べればいいんじゃないでしょうか。で、あのワンカルビさんと違ってデザートを何個でも頼めるんです。ちょっと小ぶりなんですけど、気づいたら5人でソフトクリームこんなやつ10個頼んでましたね。まあ、ペロリといけて、その辺も嬉しい一品で。お腹いっぱいになった？うん、なんか元気ないやんか。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。